石膏の話からしてもやはり攻略は一筋縄ではいかないか。飛行部隊すら越えられぬ山地に待ち伏せが容易な一本道。重心陣が容易に構築できる天然の要害の見本ですな。アレイ様。クロエ、そんなに慌てて何かあったのか。はい、聖教の騎士がこの陣に一人で。やはりあなたか、ナイジェル。お前の言う通りだった。聖教はゼノイラに操られていた。教皇はいなかったのか。我々は騙されているのだ。おぞましい資料使いが教皇様のご遺体をもてあそんでいる。スカーレット、大丈夫か。バルトロが聖教に仕向けていたのですな。それであなたはどうする気だ。教皇様をあれほど冒涜されてはゼノイラを許しておけるはずもない。あなたが真実を訴え出れば教会も気づくはずだ。だが一人でここに来たということは。そうだ、今や私は教皇様を死者だと語る異端として追われる身だ。大聖堂を取り仕切るサナティオもゼノイラと結託している。サナティオ、敬虔だったあの子が。ナイジェル殿は我らに手を貸していただけるということでしょうか。勘違いするな。教皇様が崩御されたのであればスカーレット様が正当な次期教皇だ。聖教会の騎士である私はパレビア聖教をあるべき姿に。大聖堂までだとしてもあなたが加勢してくれるなら心強い。教皇様が変わり果てたお姿で巡行から戻られてからというもの、信徒にその死が伝わるのが恐ろしくて心安らぐ時がない。そうだろうとも。継ぐ者なき今、教会存続の危機だ。スカーレット様は探させているのですか。兵たちがことに当たっておる。きっと見つかるさ。生きていなくともね。これも次期教皇が誕生するまでの苦難だが、やはり使うべきではなかった。教皇は健在だと思わせるために資料使いの術など。教皇様が資料だったと広まれば教会は破滅です。つまらぬ事実を知る者は一人残らず消せばよかろう。恐ろしい悪魔だ、あなたは。教会を永続させ教皇の権威を守るのがお主の役目であろう。私は守らねばならない。たとえこの身が地獄で焼かれても、このパレビア聖教会だけは
お主が異端の烙印を押したナイジェルだが、反乱軍と合流しここへ向かっておる。ナイジェルが本当に乱心しよったな。戦わねば教会の明日はないぞ。出撃するぞ。出撃する。指示を頼む。行くか。ひとっ飛びだ。出番か。はい。僕も出撃する。お呼びですか。着きました。
指示を頼む。了解。精神騎士団の名にかけて。標的は誰だ。この場から退去だ。お呼びですか。次の指示聞いてやろう。精神騎士団の名にかけて。出番か。はい。狙いは互い。私だって負けられないもの。さらに精進します。制したか。必ず功績をあげるんだ。標的は誰だ。了解しました。僕をどう使うの。うん、覚悟する。上々です。奴らの好きにはさせん。出撃するよ。どう動けばいいんだい。あっちだな。狙われているようだぞ。さあ行くか。残らず蹴散らしてやる。目にもの見せてやるよ。
くる。私もやるぞ。浄化するわ。骨のない連中だね。粘るか。指示は聞いてやろう。構わん。標的は誰だ。はい、相手になろう。私の勝ちだ。私が行こう。任せておけ。恐るるに足らん。みんな無事かな。来強くならねば。まだまだ高みには遠いな。私だってまだ強くなれるんだ。飛竜と共に強くなろう。当然の結果だ。さあ行くか。指示を頼む。了解。撃ち抜く。うまくいったな。狙いは互い。どんなもんや。打ち取ったか。出番か。進もう。覚悟しろ。私の勝ちだ。指示は聞くよ。奴らの隙にはさせん。承知した。制圧できたな。相手になろう。この調子で行こう。覚悟しろ。私の勝ちだ。さあ行くか。ひとっ飛びだ。私に任せな。わかったよ。ここが目的地だな。指示は聞くよ。私が出るわ。
行くよ。すぐに向かうわ。お呼びですか。了解しました。いいよ、命令して。僕もそれがいいと思う。ここだったね。指示をくれるかい。ええ、相手になろう。休息せねば。指示を頼む。私が行こう。いたします。尽力いたします。参りましょう。到着だ。次の指示を。出番か。抑えましたね。ついたよ。標的は誰だ。騎士団の名にかけて。構わん。かかってこい。ケズヤをよく。腕が上がったか。うまくいったな。恐れ知らずね。僕に挑むなんていい度胸だ。かかってこい。いい調子ね。よりお役に立てそうです。制したか。僕をどう使うの。行ってみるよ。お呼びですか。私に任せな。すぐ行く。指示は聞くよ。褒めてもらういい機会だ。起き上がってくる。指示奮陣。これからも期待しててね。もっと頼っていいのよ。よし、僕だってこれくらいできるんだ。標的は誰だ。はい、行くよ。指示をくれるかい。精一杯働きましょう。私の出番ですね。私に任せな。あっちだな。残らず蹴散らしてやる。私についてきな。報酬も弾んでもらいたいね。
どう動けばいいんだい。すぐ行く。ここは抑えたぞ。指示は聞くよ。分かったよ。いいもん拾ったよ。で、どう動きましょうか。着きました。さあ行くか。任せておけ。ここだったね。精一杯働きましょう。目標地点を捉えました。私に任せな。あっちだな。指示を頼む。指示は聞くよ。私に任せな。分かったよ。私の出番ですね。次はどうしてくれよ。指示は聞いてやろう。そこでよいのだな。尽力いたします。参りましょう。行くよ。任せといて。いいよ、命令して。僕もそれがいいと思う。出番か。進もう。次の行動も重要ですね。望みとあらば灰にしてやろう。行くぞ、我らがアルビオンのために。手助けする。決めます。貫きます。ねじ伏せてやる。はあ、この一撃だ。これが決める。やってやれよ。決めてやる。守りの力を。何に散れ。いけた。体が回復しよう。食い上がれ。何、こしゃくな。受けなさい。甘い。女同士を守れ。まずいな。消えろ。奴らの隙にはさせん。
どう動けばいいんだい。すぐ行く。精神騎士団の名にかけて。そこでよいのだな。さあ行くか。了解。精一杯働きましょう。良い作戦ですね。恐るるに足らん。骨のない連中だね。覚悟しろ。当然の結果だ。私が行こう。任せておけ。着いたよ。目標地点に着いたぞ。抑えたぞ。必要な時に使おう。指示をくれるかい。行くよ。ええ。奴らの隙にはさせん。火の粉は払わねばなりません。尽力いたします。参りましょう。私に任せな。分かったよ。制圧いたしました。目標地点だよ。標的は誰だ。了解しました。私の出番ですね。良い作戦ですね。心配せず見てな。うん、強くなったかも。もう悪くはないかしら。上出来だろ。お呼びですか。必ず功績をあげるんだ。行ってみるよ。
指示は聞いてやろう。構わん。行きます。お力になります。精一杯働きましょう。で、どうする？ここだったね。お任せください。逃げます。戻ってきたわ。お力になります。了解です。私の出番ですね。目標地点を捉えました。指示は聞くよ。すぐ行く。標的は誰だ？調子で行こう。到着だ。お任せください。力をお貸ししましょう。ご采配を。どうされますか？はっ。恐るるに足らん。骨のない連中だね。残らず蹴散らしてやる。上出来だろ。心配せず見てな。骨のない連中だね。どう動けばいいんだい？分かったよ。ここは制圧した。残らず蹴散らしてやる。みんな無事かな？精一杯働きましょう。出番か。進もう。さあ行くか。了解。恐るるに足らん。これでも食らいな。はい。回復します。力の見せ所さ。ほらよ。絶対に勝とう。もう一撃。当たり前だ。悪くない気分だよ。もっと活躍できるさ。骨のない連中だね。相手になろう。私の勝ちだ。私が行こう。お力になります。はい。私の出番ですね。
参りましょう。魔女の力見せてあげる。すぐに向かうわ。精神騎士団の名にかけて。そこで良いのだな。容赦しません。お任せください。了解です。お役に立ちます。お願いします。おとなしくしなさい。光の矢よ。しまった、しまった。追い風を吹かせる。回復させてもらうよ。頼みます。追い打ちだよ。行きます。お返しだ。反撃だぜ。これでも食らえない。油断したか。しまった。かかったな。仕方ないな。お返しだ。決まった。一つ貸しだ。ご命令を。すぐに向かいます。指示は聞くよ。
すぐ行く。立ちはだかるなら投げ払うまで。撃破しました。尽力いたします。ついたみたいだね。心配せず見てな。体が軽くなったみたい。より多くを救うため。悔しいが一歩も動けない。次の指示を待ちます。制圧できたな。ついたよ。どこへでもひとっ飛びですよ。どうされますか。指示を頼む。任せておけ。目標地点に着いたぞ。指示は聞いてやろう。承知した。行くよ。任せといて。到着だ。どう動けばいいんだい。私が行こう。了解。お力になります。向かいます。恐れ知らずで後悔するなよ。さあ行くか。奴らの隙にはさせん。構わん。お呼びですか。指示をくれるかい。僕をどう使うの。僕もそれがいいと思う。僕に挑むなんていい度胸だね。これが僕の力だ。必ず功績をあげるんだ。覚悟しろ。この調子で行こう。私に任せな。分かったよ。何なりとどうぞ。精一杯働きましょう。目標地点を捉えました。来い。当然の結果だ。尽力いたします。お任せください。はい。灰になっても知らないからね。よし、僕だってこれくらいできるんだ。
撃する。いつでもやれる。私を見ておけ。答えてみせよ。次はどうしてくれよ。いつでもやれる。私に任せろ。次も負けない。答えてみせよ。ああ、行こう。休息が必要だわ。かかってきなさい。甘く見ないでくださいね。お力になります。向かいます。私が行こう。任せておけ。指示は聞くよ。すぐ行く。どこへでもひとっ飛びですよ。お任せください。お力になります。お任せください。了解です。次も負けない。この場から退去だ。さあ行くか。休息が必要だわ。着いたよ。立ちふさがるなら排除する。動けばいいんだい。指示は聞くよ。どう動けばいいんだい。あっちだな。いつでもやれる。私を見ておけ。調子で行こう。指示を頼む。了解。残らず蹴散らしてやる。
無事かな。指示は聞くよ。分かったよ。心配せず見てな。上出来だろ。私が行こう。任せておけ。標的は誰だ。はい、いいものを入手した。立ちはだかるなら投げ払うまで。精進し続けます。コルニア王家の血が騒ぐ。より高みを目指します。少しは強くなったかな。力が湧いてきた。撃破しました。どこへでもひとっ飛びですよ。はい、かかってきなさい。こちらの勝ちです。お任せください。向かいます。お力になります。どこへでもひとっ飛びですよ。了解です。ここはいただきます。相手になろう。これ以上は飛べんな。指示は聞いてやろう。精神騎士団の名にかけて。承知した。お呼びですか。私の出番ですね。良い作戦ですね。尽力いたします。私の出番ですね。目標地点を捉えました。僕をどう使うの。行ってみるよ。到着したぞ。指示を頼む。来い。休息せねば。行くか。指示を頼む。いいよ、命令して。答えてみせよ。どう動けばいいんだい。あっちだな。ご命令を。移動開始します。一旦撤退する。私が行こう。ひとっ飛びだ。さあ行くか。任せておけ。これで戦況が優位になるはずだ。
次の指示。私が行こう。出撃するよ。さあ行くか。出撃します。どうされますか。どう動きましょうか。お任せください。はい。作戦時間が半分を切った。引き締めていこう。目標地点だよ。でどうする。精一杯働きましょう。私が行こう。ひとっ飛びだ。指示を頼む。目的地に到着です。私に任せな。すぐ行く。着きました。到着しました。どこへでもひとっ飛びですよ。お任せください。ご命令を。私が行こう。お力になります。どこへでもひとっ飛びですよ。出番か。進もう。相手になろう。私の勝ちだ。指示を頼む。任せておけ。来い。これで大丈夫。頑張って。見切れ。何の、どうしません。終末だ。さて。はい。一息つこう。狂気。お願い。はっ。止めたわ。次で決める。次に備えよ。ここは俺が。ついてこれる。そこ。皆に加護を。ジウス。はあ。遅い。で行こう。さあ行くか。お力になります。尽力いたします。良い作戦ですね。相手になろう。私の勝ちだ。
指示を頼む。私が行こう。了解。覚悟しろ。当然の結果だ。どう動けばいいんだい。分かったよ。どこへでもひとっ飛びですよ。頑張ってください。素晴らしい判断です。お力になります。了解です。どうされますか。すぐに向かいます。お呼びですか。はい。精一杯働きましょう。目標地点を捉えました。必ず功績をあげるんだ。いいよ、命令して。僕もそれがいいと思う。恐るるに足らん。報酬も弾んでもらいたいね。指示は聞くよ。すぐ行く。残らず蹴散らしてやる。骨のない連中だね。標的は誰だ。了解しました。指示は聞いてやろう。そこで良いのだな。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。ここは僕が押さえたよ。ご命令を。僕をどう使うの。僕は一旦戻るね。僕も出撃する。必ず功績をあげるんだ。いいよ、命令して。うん。恐るるに足らん。みんな無事かな。到着いたしました。押さえたぞ。心配せず見てな。上出来だろ。指示を頼む。任せておけ。何なりとどうぞ。移動開始します。私の出番ですね。良い作戦です。撤退します。お任せください。さあ行くか。私が行こう。了解。さあ行くか。次の指示を待ちます。
相手になろう。支援いたし、援護に回ります。協力します。この大聖堂を前に狼藉とは何者であろうと許されません。あなたが反乱軍の主導者ですか。これは驚きました。本当にお若いですが、聖教の導きなき者に勝ち目はないことを証明してみせましょう。みんなを守るんだ。体制を整えます。好きにはさせない。任せておけ。頑張って。守ってみせよ。いつでも来なさい。お守りします。お願い。待ちなさい。行こう。負けたのですね。もう何もかもが終わりです。お前の手で秘密は暴かれ、教皇様の教えは失われる。教皇様をあのような姿に変えておいて何を言うか。私には他に取るべき道がなかった。教皇不在の聖教会では信徒の信心を得られません。行方知れずのスカーレット様を見つけるまでの苦肉の策でした。なぜ私に真実を話さなかったのだ。彼女のことを語ることは教皇様に禁じられていますから。サナティオ、あなたなのね。お前が探していた方はここにいる。スカーレット様、そんな、まさか反乱軍の中にあなた様がいようとは。教皇様に命じられて彼女を連れ出したのは私なのだ、サナティオ。たとえ禁じられていても私には話してほしかった。あなたではなくゼノイラの魔術師に頼ったのが私の罪か。だけどよかった、これで救われる。これも神秘の力だと私は信じたい。守られた。私がただ願っていた教皇様と共にある教会が。これで悔いはない。ナイジェル殿に後を託します。あとは私が異端審問にかかれば全てがうまくいく。スカーレット様、新たな教皇様、
どうか皆をお導きください。いいえサナティオ、そういうわけにはいきません。父から話を聞いている二人ならわかるはずです。私は教皇となってこの大聖堂にこもるわけには参りません。託された私の使命がまだ終わってはいないからです。救世主様を導く使命ではおられるのですか。救世主様とは一体。解放軍を束ねるアレインどもだ。解放軍、そうだったのか。教皇はゼノイラ軍に連れ去られ命を落とされた。聖書を壊すには教皇の血が必要だからです。教皇の血族の血だ。スカーレットも危なかった。では教皇様のお命を奪ったのはバルトロたち。なんということだ。アルビオンをあるべき姿に戻す、そう教皇様が願った聖堂をも私が阻んでいた。私は罪深い。なぜ処遇を決めていただけないのですか。あなたは異端として教会を追われるでしょう。それでも罪を償いたいのなら私の使命を手伝うのはどう。教皇様の葬儀も終え、各教会に次期教皇の話も伝えました。予見の使命を果たすまでその間特別に空位とすると。ありがとうナイジェル。私が戻るまで教会を頼みます。私に代わってサラティオがあなた様をお守りいたします。ご無事に戻られることを朝晩お祈りいたしております。教皇に何かあれば彼らは困るだろう。残ってもいいんだぞ。私は解放軍のスカーレットです。あなたのそばにいる間私は他の誰でもない。あなたにはそう思っていてもらいたい。本当にいいのか。君の言う救世主かはわからないぞ。わかりますとも。私にも重要な人だとお父様は予見したのだから。それにあなたと一緒にいて私がそうだと思ったんですもの。スカーレット様、聖書に向かわれるとお聞きしました。ええ、父には救世主を見つけたら聖書に向かうよう言われていたの。たとえ壊されていたとしても行ってみるわ。教皇様から受け継がれたその杖には特別な力が宿っています。あなた様とその杖ならば聖書に再び力を与えることができるかもしれません。一角獣の指輪は契約の儀式を終え真の力を取り戻しているわ。アレイン、使命に従い聖書に向かいましょう。ああ、そうしよう。
ビスファイン大聖堂を奪還し、敵勢力の弱体化に成功しました。こちらが現在の勢力図です。周辺の国は全て解放しました。殿下、決戦の時です。十分な準備を済ませた後、グランコリヌ城へ向かいましょう。